それもちゃんとさ、か、うん、なんていうの、直してないからさ、うん、洗って。それ何年使ってる？もうだいぶ使ってるよね。何年ぐらいだろう。5年は優に使ってるね。うん、使ってるね。今日使ったらちょっと洗うわ。かっかり。その中もう破けてんじゃないの？いや、多分破けてはないんじゃない。もったいないから。くたびれすぎやろ。で、それを持って今からどこに行くの？タケノコ掘り。タケノコ掘り。はい。今が旬ですね。だよね。はい。美味しいかもね。ね。イノシシに取られてなければいいんだけど。気合を入れていきましょうか。はい。洗ってこないっていう。何？雨靴。汚いもん。ガーデニング用だからね。うん、よし、行くぞ。はい。そのワークマンの手袋めちゃくちゃいいよ。でも穴が開いてるよ。うん、仕事で使ってるやつで、うん、あのちょこちょこ洗うの。行こうか。いいよ、行きな。で、今日来たここは、あの、まあ、あんまり大きな声で喋れないんですけど、うん、うちの山です、うん、ちょっとちっちゃいですけどね、はい、なので、まあ、掘っても全然大丈夫な場所ですね、うん、あるかな。去年はね、イノシシにやられてね、うん、だいぶもう穴ポコだらけだったの。あ、そうなんだ。見つけながら。あ、あった。え？ありました。ほら。どこ？とりあえずじゃあ一つ。はい。まあ、他に掘りやすいところがない、やっぱ見てみよう。うん。基本的には日当たりのいい場所に入るからさ、うん、でかくなりすぎてるね。最初に出るのはあっちの日当たりのいいところだわ。うん。あ、ここにあるやん。え？ここ？まあ、こんぐらいだから前さん目立たないのよね。うん。でもこんぐらいのがいいよね。うん。とりあえず今2個？うん。今のところ。2本あれば十分じゃない？そうなの。え、そんな、そんな、でもタケノコそんなに食べなくない？結構掘りにくいところにあるな。まあまあちっちゃくない？出たばっかだからね。ここがもう根かな。あ、ここ根っこだね。うん。ほら。うん、もちろんね。これ一本で掘れる。いいっすか。はい。狙ったところよりだいぶやった。おっしゃ。おお。取れた。
もうちょっと下が良かったな。まあでも取れました、うん、いいね、立派立派、結構いいサイズ、美味しそう。でここは梅戻しますね。またそのうち生えてくるでしょ、うん、あ、本当だ、水が溜まってる、タップ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 。もうちょっと掘りやすい場所に生えてくれば助かるんだけどね。はい、登るか分からん、レッツチャレンジ。あ、ここでも柔らかいでしょ、柔らかいから楽だ。ちょっと掘りにくいけどね、その竹が目に刺さらないように気をつけて、うん、あ、細くない、細いね、下の方は結構太いと思うんだけど、あ、どうした、本題に行った、どうもしてない、ビヨンヨンビヨンヨンビヨンヨン、いいね、まだすか、まだすか、まだですよ、結構深いよねえ、ちょっとギブ、これ場所が極さきついわ、うん、逆だったね、先のとこ任せればよかった、だから私思ったんだよね、言えばよかったのに、え、なんでそこ私がしないんだろうって思ったんだけど、うん、言えばよかったのに、え、そこ私じゃないのって、交代して帰りましょう、まさ、ここでも大変だわ、うん、ここ難しい、はい、ヒット本当に痩せてるね、痩せてるでしょう、うん、俺みたいじゃん、 細すぎない、うん、俺みたい、もう2回も言わなくていいから、暑くなった一気に、あったまるでしょ、うん、一気に暑くなったわ、あ、猫見えてるよ、いいですか、はい、おっしゃ、わあ、ほら、いい感じでしょ、ああ、最後持っていかれたなちょっと俺みたいにひょろ長くて痩せてるけど、うん、ね、変わらないよ、ね、うん、細さが、本当はもうちょっとちっちゃいぐらいがいいのかも、ね、いいよね、長いよね、長いし細いし、ちょっとね、うん、まあ一応これも食べてみよう、食べてみよう、他にある、もう一本あればいいんだけどな、感じ？うん、ほら、じゃじゃん、わ、いいサイズでしょ、本当だ、いいサイズだね、かき分けてたらあった、アリエッティになった気持ちで探してたら見つかった、あ、すごいね超ウーアベだけのすごいねだったなあなたを忘れたの悔やまれるわ、このキャンプ道具のバケツに入ったままだった、あー、キャンプに持っていくもんね、うん、掘る、いいよ、次ことは掘る、掘りにくくない、掘り掘りする、うん、掘り掘りする、チャレンジャーだね感心するわ、でもどうせ最終的にははい変わってってなるんだよちょっと絵的にあれだけど、ちょっとこれ
斜めに生えてるか。あ、斜めに生えてる。斜めに生えてる。ちょっと傷をつけたかもしれない。あら、あらららら。どうした？グサンってやんなかった今。いや大丈夫。皮だけだった。すごい、あらあらあらって言ったけど。ああ、本当だね。ねえ。あ、そうなるとどうなった方がいい？左の方を掘った方がいいのかな。こっち？あ、右の方を掘った方が早いか。こっち？うん。の方を掘って上からぐさってやった方が早いかもね。はい。おお。おお。どう？まだ？結構でかいね。じゃあ帰ろうか。はい。いいとこだけ取る。最低だ。でもこれきついわ。きついよね。タケノコ掘り大変だよ。あ、見つけた。ほら、やっぱあった。あそこ。どこ？あそこ。あ。ねえ。あの奥にいい感じのやつを発見した。あるね。うん。あれ結構でかいよ。うん、でかい。うん。なんかあの根元がしっかりしてる。うん。いい。うん。あ、もうちょっと下だった。どんどん、どんどん下がっていってる。まだ。頑張れ。折れた。うん、ほら。あ、本当だ。まあでも大丈夫だよね。うん。料理できるっしょ。うん、できるできる。全然。ちょっと折れちゃったけど、取れました。ああ、見つけてしまった私。ちょっとあっちまで行って、あっちに行って。今俺すごい掘りにくいとこさ。うん。一生懸命掘ったじゃん、うん、まあ、折れたけどさ、うん、この指先見ててね、うん、映してる？え、何？映してるよ。映してる？うん。てん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 。めっちゃ一生懸命掘ったじゃん。嘘やろ。ね、あの掘りにくいとこさ、ここにあるっていうね。これめっちゃ美味しいやつや。今立ってたところの真下にあったよね。うん、俺たちね。次こそは掘り起こしまで。やってみせたいと思います。はい。ここはね、やりやすいね。めっちゃ細いよ。カメラで見るとちょっと大きめに見えると思うけど、でも美味しいのかな、このぐらいが。どう？もうちょっと下までない。兄弟。あ、本当だね。うん。後から大きくなるのかもね。へ
やってみる、うん、チャレンジやな。失敗してもいいでしょ、うん、ここら辺をつけばいいからね。ここに根があるから、うん、この硬いのがあるじゃん、うん、これをあのちぎるような感じでこう上からグサーって、オッケー、でここら辺を刺すんでしょ、うん、じゃあはい、今から必殺仕事人が仕上げて掘り上げますね。はい、果たしてここでしょ、うん、行くよ。待ってよ、どこ、ここ、ここ、そこ、もうちょっと上かな、ここ、ここ、うん、そ、そんぐらい、ここね、うん、そうそうそう、はい、行きます、うん、行くよ、はい、おいおい、ちょっと優しいな、え、そう、うん、まだまだまだ、今のところまだまだまだ、全然まだまだまだ難しい、うん、今のところまだ違う、そこじゃない、そこじゃない、まだいい感じだよ、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、右の根のところ、右の根のところ、うん、こっち、そこらへん、そう、今のところまだまだ今じゃない、いや、いいね、うん、今行ったかも、いい、ね、おー、来た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 、ほらほら、取れた、おお、めっちゃ綺麗に取れたんじゃね、ほら、おお、ほんとだ、いいね、上手に取れたじゃないすげえ上手にできたね、一番綺麗だ、おいしそう、うん、これぐらいがおいしそうだね、ちょうどいい、ちゃんとほら妹か弟は残して、ああ、ほんとだ上手に取れたね大きくなれ、うん、おお、上手に取れたね、ね、うん、4本、全部で全部で4本ね、1本はちょっと大きすぎるかなと思って、うん、まあ、保険でね、うん、4本目を取ったような感じかな、大きすぎるかな、小さすぎるかな、じゃなくてな、1本長、結構長かったよ、あ、大きすぎて、まあ、食べれるか微妙だったから、うんうん、そうだね、うん、それはちょうどいい感じのサイズ、いい、うん、美味しいよね、多分このサイズが一番、うん、僕にももう1本あったけど、まあ、あれはもう取らないでおこう、多分食べきれないから、うんうん、よし、じゃあ帰ってあの皮を剥いてちょっと料理をしてみましょうか、はい、はい、じゃあ帰ります、帰ります、いっぱい取れたわ、結構大変だよね、やっぱタケノコ掘りね、大変大変、汗かいたしじゃあ持ってきた、やっぱり結構長いな、これでしょう、うん、食べれんのかな、これいいサイズでも、まあいいサイズ、これはちぎれたやつだったよね、うんうん、ああ、そういう風にして向くんだ、うん、何してんの、やったと思いますけど、やったことあるの、ない、適当、うん、なるほど悪巻き、悪巻き系、うん、悪巻きってタケノコの皮だよね、だよ、タケの皮、タケの皮、タケの皮、うん、タケノコの皮、あれも美味しいよね、好きだよね、うん、ああいう系ね、あの砂糖ときな粉をまぶして、うん、あれ大好き、私そんなにそういう系好き、うん、好まないわけじゃないけど、別に食べなくてもいいかな、うん、そんぐらい、かわいいじゃん、これ洗ってからね、根が超ワイルド、根がすごいわ、皮を剥くのも大仕事だね、うん、本当、美味しいものを食べるには大変な思いをしないといけないんだね、ここ食べれるかな、これ皮どこまで剥けばいいの、こんぐらい、だよ、こんぐらい、こんなのぐらいだよね、うん、そうなるとすごいさ剥かないといけないよ、うん、いいのかな、こんなもんなんだけど、うんうん、もったいな、ここ全部してるもんね、あー、それちょっと繊維が硬いね、
なんかもうね少しね、うん、ここら辺がね、うん、ここは切るんだよね、それとも表面だけかな、もうかな、表面だけでいけそう、ちょっと見てみる、切るかもね、煮ていけそう、天ぷらならいけるかも、柔らかくなるかね、うん、これ全部生ゴミ、うん、それ使うの、どれ、それ使わないよ、もういいよ、たらさ、次に包丁ちょっと研いであげようか、あ、研いで、切れないでしょ、切れない、どうしたん？ん？いや、この研いで毛が切れればさ、まあもう切れるっていう証拠なんだけどさ。へえ、そんなやってんの、いつも。だよ。切れる。竹のことよくわかんないの、切れやすい。そう。うんうん、美味しいかも、ね、うん、あれ、そういえばインスタ撮ってないんじゃない、すぐ忘れるもんね、もう進みそう、はい、いいね、出来上がりました、じゃあもうとりあえず油を切っと、出来上がり、朝苦労して掘ったのが、はい、いい感じの夜ご飯になった、はい、なりました、全然美味しいよね、ね、美味しいよね、これ食べよう、うん、お腹すいた、はい、でこっちは普通の天ぷらで、うん、でこっちは酢味噌で、うん、刺身みたいな感じで食べるということですね、はい、今回の動画が良かったら、うん、いいねと、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、それではまた次の動画 で、ね、お会いしましょう、バイバイ、バイバイ、いただきましょう、いただきます。